はい、どうもプータローです。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますので、よろしくお願いします。現在は諸々の事情でまだ出せていなかった上位候補選手や個人的におすすめの選手の動画を出していっているところになります。ということで、今回はハイレベルな関西六大学リーグで大正大の渡辺選手を上回る高打率を残してきた関西屈指の左の強打者、大阪経済大学の柴崎正人選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく4つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールの紹介、その次に打撃内容と守備走塁の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。柴崎正人選手は右投げ左打ち、173センチ80キロの外野手になります。ということで、身長は低いですが体格はがっちりしており、ひ弱さは全く感じられないです。ただ小柄な左打ちの外野手という激戦区での争いになるため、結構突き抜けないといい順位では指名されにくいタイプとは言えるでしょう。またこの選手は3年秋のリーグ戦では打率4割超えで、秋の大学代表合宿にも招集され、4年春は打率3割3分、4年秋も9試合消化時点で3割8分の2本塁打をマークするなど、ハイレベルな関西六大学リーグでも常に高いレベルで安定した成績を残してきました。また早いタイミングでプロ志望を表明していた選手でもあり、私も春のリーグ戦が終わった段階で評価はほぼ確定していて、同じ関西六大学リーグの外野手の大阪商業大学の渡辺選手との対比で動画を出す予定だったものの、大人の事情でこのタイミングになってしまいましたが、その分秋のリーグ戦のここまでの内容も含めて整理してきましたので、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では打撃分析ということで、まずはフォームとスイングから見ていきたいと思います。ややかがんで重心を落とした動きの少ない構えから、足は上げずにタイミングを取り、シャープに振り切ってきながらも柔らかさを感じるスイングをしてきます。小柄なバッターですが、決して非力ではなく、かつしっかり振り切るので打球は強いですし、その上で打撃に柔らかさも感じられる点がまず素晴らしいと感じます。ボール球の見逃し方にも好打者特有の余裕のある雰囲気が感じられ、数打席見ただけでも相当良さげなんじゃねという感じです。また4年になりスイングの力強さが増した印象はありますが、それでも大阪商業大学の渡辺選手や立命館大学の竹内選手あたりと比べると迫力は1枚落ちる印象です。プロではホームランは2桁いくかどうかぐらいと思われるので、外野手ということを考えてもやはり打撃の完成度や守備走塁含めた総合力での勝負になるでしょう。このあたりはここから詳しく見ていきたいと思います。では次に直球に対する対応について見ていきたいと思います。まずアウトコースに対してはコースに逆らずセンターから三遊間に打ち返す、お手本のような打撃をしてきます。ただ打球を上げるとノーパワーでレフトフライ止まりになるケースが多いようです。インコースに対しては基本あまり振ってこないですが、腕を畳んで回転して1、2塁間に打ってきます。中に入ってきた球は引っ張った強い打球で1、2塁間を突破してきます。ということで、コースに逆らわず広角に打ち返す、お手本のような打撃をしてきます。高打率が残るのも納得ですが、現状では特に逆方向に上げた打球はパワー不足で外野フライ止まりになるケースも多く、やはりプロではアベレージ打者よりの中距離型かなという気はします。また一定レベル以上の速球になると差し込まれがちなようです。現広島の高投手や大正大3年の鈴木豪太選手クラスの直球には押され気味なようです。ということで、プロの投手のスピード感に対応できるようになるには少し時間がかかるかもとは思いました。では次に変化球に対する対応ですが、まず曲がる系に対してはしっかり低めに決められると当てる打撃になりがちですが、バットコントロールでうまく野手間を突破するケースも見られます。落ちる系に対しては膝元に食い込んでくる縦スラ系はバットを縦に出して捉えてきます。フォークやツーシーム系は体が開き空振りしてしまうケースが多いようです。ということで、まずはミート力と対応力の高さが際立ちます。甘い球はしっかり芯で捉えて逃さずヒットにしてくるのはさすがです。また打撃に柔らかさが感じられ、追い込まれてからは難しい球もバットに当ててついていけるので、三振が少ないですし簡単には打ち取られないです。
また追い込まれるまでは難しい球や狙い球以外にはあまり手を出してこず、しっかり頭を整理できた状態で打席に入れているのが感じられます。ただバットに当てる能力が高い反面、しっかり低めに決められると打たされてしまう打席も目立ちます。これをしっかり見極められるようになると完璧でしょう。それでは打撃のまとめになります。ハイレベルな関西六大学リーグで超高打率を維持してきたのも納得の、打撃センスと完成度の高さを感じる打撃です。シンプルな打撃でどんな球にも合わせて打ち返してきそうな雰囲気が感じられますし、実際に芯で捉えた打球の多さ、変化球の見逃し方、追い込まれてからの対応、どれを見ても打撃センスの高さが際立っています。そのため内容のいい打席が多く、どの試合でも安定してヒットが出ていますし、出塁できています。ということで、今年の大学生の左の外野手では打撃の完成度は頭一つ抜けているかなという印象です。ただプロではアベレージバッター寄りの中距離型の外野手に位置づけられると思われ、希少性が高いかと言われると微妙と言わざるを得ないでしょう。ドラフトでは希少性の高いスラッガーやセンターラインを守れる選手が優先されるわけで、この選手はそこからは外れているということにはなるでしょう。ということで、プロの直球のスピード感になれるまで少し時間がかかる可能性はありますが、比較的早めに一軍戦力になることが期待できるでしょう。すでに打撃に大きな課題は見当たらず、外野手の選手層が薄い球団に入れば早めに一軍でのチャンスも巡ってきそうです。ただレギュラー取りとなると長距離砲ではない外野手ということで、ライバルは多そうなだけに守備走塁のレベルも重要になってきそうです。はい、これで打撃分析は以上になりますので、続いて守備走塁を見ていきたいと思います。はい、それでは次に守備走塁を見ていきたいと思います。まず守備ですが、守備位置は外野、主にライトになります。捕球守備範囲は平均的、肩も平均的、送球も平均的だと思いました。身体能力が高いタイプではない上に筋肉質なので、機動力や俊敏性は微妙で、守備範囲が特段広いとかはなさそうです。また肩や送球はサンプル不足ではありますが、波ぐらいには見えました。走塁に関してはリーグ戦での盗塁は少ないものの、代表合宿の 50m 走では全体2位のタイムを出すなど、脚力自体は結構ありそうで、本格的に取り組めばプロでも2桁盗塁ぐらいまではいける可能性はありそうです。ということで、守備走塁に関しては無難という感じで、ドラフトの評価的にはプラスにもマイナスにもならないぐらいでしょう。このタイプの選手の守備走塁としてはタイという感じでしょう。はい、これで分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この選手はハイレベルな関西六大学リーグで大正大の渡辺選手を上回る高打率を残してきた関西屈指の左の強打者になります。打撃に関しては大きな課題はすでにない状態で、リーグ戦でも常にハイアベレージを維持しており、プロでも早い段階で一軍戦力になりそうです。ただホームランは10本前後の守備走塁が波の左の外野手ということで、タイプ的には全球団にすでに1人はいそうであり、ものすごく高い順位で指名されるかは微妙でしょう。ということで、早い段階で一軍戦力になることが期待できる完成度の高い外野手を探している球団が指名してくるでしょう。となると具体的には西武、ロッテ、楽天、オリックス、広島、中日あたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロ式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つになります。ドラフト3位から4位指名級と評価いたします。将来像としては下位指名での入団で、完成度はそこそこ高いながらもプロでは突き抜けたものがなく、しばらく微妙な位置づけにとどまっていたものの、2023年に突如コツをつかんで2桁ホームラン2桁盗塁の総合力の高いレギュラー外野手に成長した楽天イーグルスの小郷裕也選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この選手はプロで外野のレギュラーとなるとスケール感的に少々物足りなさはあるものの、特に打撃に関してはすでにかなりのレベルに到達しており、プロでも早い段階で何かしらの形で戦力にはなる可能性は高いと思いましたので、合計黒星3つと評価いたしました。とい
ということで、すぐに自分で戦える外野手を注意で獲得したいと考えている球団にはうってつけの選手だと思いましたし、2023年に巨人に3位指名された佐々木選手や2022年にオリックスに4位指名された杉澤選手に近い位置づけの選手と評価し、ドラフトでは注意で指名されることになるだろうというのが私の結論になります。それでは最後になりますが、どうしても関西地区の打者となると大正大の渡辺選手が代表になってしまいますが、この選手もすでにプロで戦える準備ができている素晴らしい打者だと思いましたし、個人的には今年の左打ちの中距離型の外野手では最もプロでの活躍がイメージできた好みの選手でもありましたので、今後も総合力をさらに高めていき、プロでも長く第一線で活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。